本日は兵庫県立高砂高等学校第41回青春チャリティーコンサートにご来場いただきまして誠にありがとうございます。はじめに兵庫県立高砂高等学校校長上出雅彦よりご挨拶申し上げます。今日はですね、あいにくのお天気になりましたが、青春チャリティーコンサートにお越しくださいまして誠にありがとうございます。先ほど紹介がありました私、高砂高等学校長の、上出と申します。どうぞよろしくお願いいたします。この青春チャリティーコンサートですね、高砂市文化会館との共催という形で過去も盛大にですね、これだけの、いっぱいね、お客様に来ていただいて開催できること本当に嬉しく思っております。またですね、入り口にありましたように、本校の PTA、 それから本校の同窓会、それからジャズバンド部の合計の方々にですね、多大なるご支援をいただいております。心より申し上げます。さてですね、このコンサート第41回を迎えております。高砂高校のジャズバンド部はですね、そのクオリティの高さから各方面から非常に高い評価を得ております。昨年度ですね、見られた方も多くいらっしゃるかと思うんですが、芸能人格付けチェックですね、こちらの方にも出演をしております。で、この格付けチェックで、プロの演奏家と、本校のジャズバンド部が一緒に演奏したわけですけど、大物芸能人はじめですね、いっぱいの芸能人が、間違えたという、それぐらいですね、非常にクオリティの高い、演奏ですね、行っております。メディアでも本当に大きく、取り上げられた1年かと思います。それから皆さんもご存知のように、また映画のね、スイングガールという、映画ですね、これの、モデルとなったのも、本校ジャズバンドとなっております。ちなみにですね、このジャズバンドっていうのが日本に、初めてですね演奏されたといいますのがですね、大正12年神戸市から始まったとされています。この兵庫県がジャズバンドの発祥の地ということになるわけなんですね。ちなみにですね、これ不思議なように感じるんですが、本校の創立、高砂高校が創立した年に、ちょうどジャズバンドが日本で始まったと、これもなんか、見ましたが不思議な縁、を感じております。さてですね、今年度は本校ジャズバンドに加えですね、シルキースピリッツというメンバーをですね、ゲストにお招きして、多彩なジャズ演奏を楽しみいただくことにしております。本日はですね、先ほどありましたようにジャズ演奏のほか、文化部の作品展示や生徒のボランティアによる募金活動、それから PTA による物品販売、野菜でしたが売っておりますので、ご鑑賞ご協力いただけましたら幸いです。それでは本日はどうぞよろしくお願いいたします。
Thank you.
本日はチャリティーコンサートということでロビーの方で募金活動を行っています。集まったお金は地域の福祉関係機関にて寄付させていただきます。私たちの活動が地域の皆様の役に立てていると考えるととても嬉しいですね。そうですね。これからもこのチャリティーコンサートを通じて地域の皆様のために頑張っていきましょう。はい、それでは曲の方に移ります。続いてお送りします曲はスプランキーです。この曲は管楽器の華やかさが際立っており、コンサートで盛り上がる楽曲として知られています。ダイナミックな演奏で楽しい雰囲気をお楽しみください。それでは次の曲スプランキーです。どうぞ。Thank you.
ソリスト紹介します。ソプラノサックス、たくみさえ。イエイ。続いてお送りします曲は Take J Train です。この曲は山陽電鉄高砂駅の電車の発着音として使われています。また山陽電鉄高砂駅を利用される際は耳を傾けてみてください。それでは次の曲、Take J Train です。どうぞ。共演曲もありますので、そちらの方もよろしくお願いします。高砂高校
リージャズオーケストラでした。それでは最後の曲、スイートジョージアブラウンです。どうぞ。ただいまより